はい。あ、はい。ゴルフ相撲、日本の絆孤児。ね。世界で一番忙しい大統領が毎月会談に驚きというね。これも産経新聞続き読んでいきましょう。世界一忙しいアメリカ大統領がこんなに頻繁に来日するなんてありえない。政府関係者はトランプ氏の訪日についてこう語る。そうですよね。首相が令和初の国賓としてトランプ氏を招待したのは昨年9月、トランプ氏とアメリカ・ニューヨークのトランプタワーで会談した時、トランプ氏が首相の誕生日をケーキと歌で祝った直後に切り出した。これを受け、トランプ氏は首相に、国賓は1年に何人かと質問。首相が202年ぶりの天皇陛下の上位や男系男子を126代にわたり継承してきた皇室の歴史を説明すると、トランプ氏はスーパーボールの100倍すごいと驚き、訪日を快諾したという。スーパーボールの100倍アメリカ最大のイベントとも言ってもいい。スーパーボールの100倍、すごいと。だからそれ聞いただけですでにうほってるといううほうほわしづかみですよ。大相撲観戦はトランプ氏の要望を受け実現した。よくほら、なんか大相撲見て楽しくなさそうだったとか言うじゃない。いやいや、本人が行きたいって言ってセットしたっていうことですからね。はい。トランプ氏は実業家時代の2007年、世界的プロレス団体のリングに上がった経験があるほどの格闘好きで知られる。トランプ氏が大相撲を観戦する場合、東京両国国技館で本場所が行われる1月、5月、9月が事実上の選択肢となる。国際会議の日程などから、政府が4月1日の新元号令和発表と5月1日開元を決めた時点で、トランプ氏の夏場所観戦はほぼ固まった。政府高官によると、トランプ氏は大相撲の取り組みで、どっちが勝ったのかと尋ね、行司の装束姿にも伝統的で素晴らしいと何度も話したという。なんかご祝儀のことが気になったらしいですけどね。懸賞金がこう回っていくやつとか、こういうやつがいくらなのかとかね、結構金のことをこだわってたらしいですけど、トランプらしいなと。だったらトランプ大統領というのも出してほしかったですけどね。金一封ね。はい。食事も工夫を凝らした。ゴルフ場での昼食は東京都内で2店舗を持つザ・バーガーショップの特製で、トランプ氏はアメリカ産牛肉の2枚が入ったダブルチーズバーガーを完食。夕食は大相撲観戦を踏まえ、国技館近くのちゃんこ鍋も検討したが、トランプ氏が肉料理を希望したため炉端焼き店に変更。夕食会では若鶏の串焼きや和牛のステーキなどが振る舞われ、トランプ氏は冒頭に出されたジャガバターを特に気に入ったという。はい。ジャガバターね。まあポテトはね、アメリカ人も好きですからね。フライドポテトとかもう食べまくる人たちですから、そこにね、バターがジュワッと乗ってる、そりゃ美味しいでしょうよ。はい。で、どんなメニューだったか。ジャガバターの次はサラダ、若鶏の串焼き、あと和牛のステーキにブロッコリーと人参を添えて、バニラアイスクリーム、あとタケノコも出てましたよね、映像で見るとね。はい。まあ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 、うん、いい選択肢だと思いますね、田舎屋。うかい亭の次が田舎屋か。僕だったらどこに連れていくかな。うほらせないといけないからな。やっぱりね、前回の鵜飼亭はもうベストでしたよ。だってほら、ビーフステーキというのはもうアメリカの先輩ストット特許みたいなもんじゃないですか。そのビーフステーキを世界で最もうまい食い方として提供するのが鉄板焼きですから。鉄板焼きはジャパニーズスタイルでしょう。でも食材はアメリカンでしょう。もちろん和牛なんだけども、肉を食べる文化はアメリカ。その牛を育ててこれを焼き上げるね。人前でね、割烹と一緒ですわ。ね、ね、焼き上げる。これはアメリカ文化と日本文化の融合した姿です。だいたいアメリカってもともと文化ないから、融合する文化もあんまないわけですよ。それをちゃんとね、この鉄板焼きこそですね、日米の文化の融合なんですよね。はい。ということでですね、うかい亭は良かったですね。私だったらどこに連れてくかな。うちの店かしら。結局そこかよというね。どこがいいかな。出汁が分からない。やっぱうちの店じゃうほれないと思うんだよね。出汁が分からない。出汁が分かんないからね。
何がいいかな。肉の食べ方、やっぱ鉄板焼きはもう最高峰だよね。まあ、ロバタ焼きもまあ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 。あと肉ってどうやって食べる？あ、すき焼きしゃぶしゃぶね。今半ですか？今半？すき焼きしゃぶしゃぶはウホれるのかな。生卵食えるのか。生卵ダメだよね。じゃあやっぱりしゃぶしゃぶ？しゃぶしゃぶになっちゃう。しゃぶしゃぶ、あ、いきなりステーキ立ったまま入った途端いきなりステーキ食わせる。アメリカと日本の融合だね。いきなりステーキね。なるほど、いきなりステーキかそれ面白いね。はい、ちょっと考えておこう。次来た時どこに連れて行ったらいいか思いついたら安倍さんに身内打しておこう。ローストビーフはね、イギリスだしな。とんかつね、とんかつ、とんかつ、でもトンでしょ。あ、ビーフカツ出せばいいのか。いやー、だって魚食べないでしょあの人。鳥は食うんだ。魚の味わかんないでしょ、ね、魚の味わかんないだろうな。これだけ日本に来てて、うん、寿司っていう話が来ない。あ、寿司って話出ないもんね。魚食えないんじゃん。魚食えないんだよな。ビーフカレー、海軍カレー、海軍カレー、え、牛丼、牛丼、吉野家、まあ、アメリカンビーフですかね。吉野、アメリカンビーフね。あ、吉野家か。じゃあ昼飯吉野家だ。ビーフボール、ビーフボールね。吉野家いいね。つゆだく？つゆだく？吉野家いいね。ああ、なるほど。吉野家か。いや、アメリカにあるしって書き込みもあるけど。つゆだくね。何？そんなもん？あとはもう本当。しゃぶしゃぶ？でもしゃぶしゃぶは多分ね、トランプ大統領の気質からするとか、なんかまどろっこしくない？もうほら、ジューガバーみたいな方がいいんじゃないですかね。築地本店の吉野家ね。ケンタッキーはあかんやろ。あ、ケンタッキーいいかもしれないよ。アメリカのケンタッキーよりも日本のケンタッキーの方が段違いに美味しいから。多分ね、トランプ大統領ね、日本のケンタッキー食ったらね、いや絶対喜ぶよ。間違いないです。間違いないね。そうだよ、ケンタッキー連れてこうよ。まあいいわ、次行こう。はい、次。